その夜、父は亡くなった。節約が習慣で、お金がかかることは一切やらない。生涯つつましく暮らした父が、最後に私に残した言葉は、今を犠牲にすることなく、本当の意味でのお金持ちとして生きてほしい。その方法を見つけて、お前自身の人生を楽しみなさい、だった。父は誰のために、何のために、生涯我慢ばかりしていたのだろう。私は今を犠牲にしない。今この瞬間を楽しんで、幸せを逃さない人生を生きるんだ。私は涙を拭いながら、固く決心した。私は窓の外に目をやった。飛行機の翼の下には、名も知らない山脈が果てしなく広がっている。私は幸運の女神と呼ばれるある女性に会うためにヨーロッパに向かう途中だった。そこで出会うことになる人。彼女は多くの人に幸運をもたらす人物として知られていた。名前はイ・ソユン。幼くして東洋、西洋の運命学の古典をマスターし、20代で幸運の女神と呼ばれ、多くの世界の財閥や政治家への助言を行い、彼女の助言を受けた者たちは様々なチャンスをものにしてきたという。実は10年以上前、新聞記者をしていた時に、私はソユンにインタビューをしたことがあった。彼女の洞察力と溢れるカリスマ性、そして何より、神秘的な光を帯びたその眼差しをはっきりと覚えている。10年前の出会い、そして父の言葉を実現したいこと、その答えを知っているのは、あなただけなのだということを私は心を込めてメールに書いた。祈るような思いで送信したメールに1週間後返事が届いた。こうしてご連絡をいただけて嬉しいです。もちろん覚えていますよ。よくここまでいらっしゃいました。いつでも訪ねてきてほしいと書かれていた。それを読み返信すると、私はそのままイタリア行きのチケットを予約した。ソウルを経って12時間後、飛行機はミラノ空港に着陸した。待ち合わせ場所のソユンが宿泊するホテルは、大豪邸を思わせるゴージャスなホテルだった。一体いくらかかるのだろう。きらびやかなロビーに立ち尽くし、私は少々ひるんでいた。黒いジャケットに白いシャツという今日の出立ちが、どことなくこの場にそぐわない気がしたからだ。その時だった。どこからか湖のように穏やかな透き通った声が聞こえてきた。声のする方を向くと女性のシルエットが見えた。顔ははっきりとは見えない。でも誰なのかは一目でわかった。10年前と同じく漂う空気が違っていたからだ。遠いところ、ようこそお越しくださいました。思っていたよりお元気そうですね。よかった。優しく微笑みながらソユンは自分のスイートルームへと案内してくれた。私は正直な感情を告白した。父が生きてきた人生に思いを巡らせながら、たくさんのことに気づきました。父からは多くのものを受け取りました。でも、私は自由に自分の人生を楽しみたいんです。その時、ドアをノックする音がして、注文したコーヒーが運ばれてきた。コーヒーが注がれると、部屋中に香りが広がった。視線を移すと、向かいに座るソユンと目が合った。その瞬間、さっきまでの迷いも忘れて、何のフィルターも通さない、ただ一つの質問を口にしていた。どうすれば、お金持ちになれるのでしょうか。答える代わりに、ソユンは静かにコーヒーカップを手に持った。ゆったりと香りを嗅ぐと、柔らかな微笑みを浮かべながら、コーヒーを口にした。コーヒーを飲んだ彼女が顔を上げる。私は息を凝らした。答えは、ハビングです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、ザ・ハビング、富と幸運を引き寄せる力という本をご紹介したいと思います。以前から本チャンネルをご覧になっていただいている方は、あれ?と思うかもしれません。そう、この本、昨年一度ご紹介しているんです。
その時はどちらかというと簡単にポイントだけをピックアップした紹介だったのですが、その後どこか引っかかりを感じていました。ポイントは伝えたけれども、肝心の本書の空気感をちゃんと伝えられていないんじゃないかという心残り。本をご紹介する形も以前とは少し変わってきていますし、そうであればもう一度今の紹介形式でこの本を紹介してみようと思ったんです。もうお気づきかもしれませんが、この本大好きなんです。好きじゃないともう一回紹介しようとは思いませんものね。本の内容はというと、幸運の女神と呼ばれるイ・ソユンさんに、元記者であるホン・ジュヨンさんが豊かさと幸運を引き寄せる方法、ハビングを教えてもらうという実話を元にしたストーリーです。韓国でベストセラーとなり、世界23カ国で発売されている本書は、財テクや節約術のような小手先のテクニックではなく、ハビングという考え方、生き方を実践することで、お金をはじめ様々な富を引き寄せられることを教えてくれています。ハビングはいわゆる引き寄せに近い考え方ではありますが、とても実践的、具体的に富を引き寄せることにフォーカスしているのが特徴です。とにかく読んでいて心地よい空気感が一番のポイントです。言ってしまえばお金持ちになる方法を取り扱っているのですから、多少はギスギスしたりドロッとしたりしそうなものですが、そんなことは微塵もなく、最初から最後まで森林浴をしているような清々しい空気感なんです。本動画では本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、初めての方も以前の動画をご覧になっている方も、ぜひ最後までご覧になってくださいね。あと、以前の動画と比べてみて、同じ本でもアプローチが違うと見せ方が結構変わるんだというのも楽しんでみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。ハビング。ソユンは単語の一つ一つに力を込めながら、歯切れよく言った。今持っているということを感じること。英語の単語そのままの意味です。世の中には実にたくさんのお金があります。水に手を浸すと気持ちよさを感じられるように、私たちはいくらでもお金を享受し、豊かさを感じ取ることができるのです。それがハビング、私たちの内なる力です。ハビングを使えばより多くの富に向かって自然に流れていけるようになります。簡単には理解できないことばかりだった。少し呼吸を整えてから問題のその単語に注目してみた。ではハビングとは何なのでしょう。ソユンは再び静かにコーヒーを飲んだ。しばしの沈黙が不思議な余韻を残す。コーヒーカップを置いた彼女が私に聞いた。携帯電話はいつ買われましたか。1年ぐらい経つと思います。新製品だと言われて買った覚えがあります。では1年前に戻ってみましょうか。それを買った時、どんな風に感じましたか。まず一体いくらするのだろうと思いました。高すぎるんじゃないかと悩み、買っていいものか迷いました。いざ買った後は自責の念に苛まれました。そんなにポジティブな感情ではなかったようですね。そうなんです、愉快な気分ではありませんでした。なんとか自分を納得させようとしましたが、ずっとモヤモヤしていました。ソユンが澄んだ声で言った。ハビングはお金を使うその瞬間に、それを持っていることを十分にたっぷりと感じることなのです。どうしたらお金持ちになれるかと質問されましたよね。答えはいくつかあると思いますが、これはお金持ちになる最も簡単で効率的な方法なのです。質問したいことは山ほどあった。物を買えばお金が出ていくのではないか、欲しいものを我慢しなければお金は残らないのでは、お金を使いながら同時にそれがあることを感じる。では本さんが月に1000万円稼ぐと想像してみてください。そして今日改めてこの携帯電話を買うとしましょう。今回も気分は同じですか。目を閉じて大金が入っている通帳を思い浮かべた。口元には自然と笑みがこぼれた。
しばらくしてからもう一度携帯電話を見たとき、私は驚かずにいられなかった。180度感じ方が違っていたのだ。高価にしか見えなかった携帯電話が少しもそんな風に見えなかった。お給料がたっぷり入ると想像したら、携帯電話を買うのが楽しく感じられました。お金はこれからも入ってくるので心配はいらないし、携帯電話を持つことがお金があることの証明だと思ったら逆にワクワクしてきました。それです。ワクワクするという感覚。欲しいものと交換するだけのお金を持っているというのは本当にワクワクする感覚なんですよ。ハビングの秘密。ハビングの実践の仕方を具体的に伺いますか？お金があると想像してその気分を感じることなのでしょうか？それとも財布の中のお金をありがたく感じることでしょうか？本さん、私たちが感じたり集中したりすべきなのはまさにこの瞬間です。ハビングは今ここから出発しなくてはなりません。現在自分にあるお金を対象にするのです。未来形ではなく現在進行形ということです。今ご自分の手元にあるものをちょっと眺めてみてください。コーヒー、携帯電話、バッグ、ノートパソコン、あなたはこれらをどうやって自分のものにしたのでしょう。お金を払ってちょっと考えてみます。ハビングとはお金があることを感じ、その感覚にとどまることだと言われた。それでここにあるのは、そっか、お金があったから買ったんですね。これを買うお金があったからです。そうです。今飲んでいるコーヒーを買えるだけの十分なお金を持っている。今この瞬間に。手に持っていたコーヒーカップをじっと見つめた。高級なカップに注がれた一杯のコーヒー。ホテルのコーヒーだから結構な値段だろう。一杯10ドルぐらい。それでも今私はこれを注文できる。それも自分で稼いだお金で。考えるだけでワクワクしてきた。この高価なコーヒーがお金があることの象徴のように見えてきたのだ。その途端、重苦しい不安は爽快な喜びに変わった。お話を伺っているだけでワクワクしてきます。突然金銭的に豊かになったみたいで、自分自身が愛おしく思えます。ええ、今まさにハビングを実践しているからですよ。驚かずにいられなかった。どうして今までこのように感じられなかったのだろう。振り返ってみれば、お金を使うときはいつも似たような気分にとらわれていた。高い。お金がもったいない。買っていいのかわからない。買ってもいいんだろうか。買うだけのお金がない。では、お金があることにフォーカスして、本さんが持っているものをもう一度見回してください。自分のバッグ、服、ノートパソコン、化粧品などを眺めた。以前と変わったことは何もないのに、不思議なほど感じ方が違っていた。同じものが今では豊かさのシンボルに見え始めたのだ。喜びと感謝の気持ちを全身で感じる。これこそがハビングの感覚なんだ。ないからあるに焦点を移すと、私の目の前には全く違う世界が広がっていた。電気のスイッチを入れると考えてみてください。これまで消費するたびにないというスイッチを入れていたのです。その結果、ネガティブな感情に陥るしかなかった。あるという感覚が入り込むスペースもありませんでした。一方、ハビングのスイッチを入れると、それに見合ったポジティブな感情が自然と立ち現れます。この差がもたらす変化を知ったら、驚かずにはいられないでしょう。私たちは世の中のどんなものも、あるがままに認識することはできません。注意を傾けるものに応じて世の中を認識するのです。何か欲しいと思ったことがありますよね。例えば白いスニーカーが欲しいと思っています。すると突然、どこに行っても白いスニーカーばかり目に入ってきます。同じようにあるに注意を傾ければ、ないという世界からあるという世界に、
本さんを取り巻く世界は違って見えてくるでしょう。その感情のバイブレーションが本さんの世界を変えていくのです。ないからあるというレンズに変えることがハビングなのでしょうか。そうです。実はレンズを変えるのはそう簡単ではありません。これまで生きてくる中でガチガチに凝り固まった固定観念や認識を変えるという作業はそんなに簡単ではないのです。ですがハビングは今すぐにできる方法です。小さなことから始められる上に最も早く、最も効率よくそのレンズを変えることができるのです。毎日お金を使うたびにハビングを実践し、その感覚を見つめて、その時の感情を少しずつ育てていけばいいだけです。浪費と孤児。ふと疑問が湧いた。ハビングと浪費の違いは何なのかということだった。喜びを感じるならどんどんお金を使ってもお金持ちになれるのだろうか。もしそうだとしたらちょっと不公平な気がしたからだ。実は明日などないかのように消費する友達がいるんです。カードの支払いに追われてうんざりしているくせに中毒のようにお金を使い続けるんです。この友人のようにどんどんお金を使ってもお金持ちになれるのでしょうか。でもそのお友達はその過程で感じたくもない不安を経験したでしょうね。そうなんです。もう十分と言いながらまた高価なものを買うんです。カードの支払いが恐ろしいと不満をこぼすだけで。それはハビングではありません。喜んでお金を使うのは似ていると思うんですが、ハビングと違う点は何なのでしょう。では残りの人生があと24時間しかないと仮定してみましょう。そうしたら手元のお金はどうしますか？取っておく理由がないので全て使い切ると思います。先ほどの会話を思い出してみてください。年俸が大幅にアップすると知って消費する時の気持ちと、人生がもうほとんど残されていないと考えた時の気分は同じですか？目をつぶったままイメージしてみた。年俸1億円、やりたいこと、欲しいもの、すべてにお金を使ってもまだまだ余る金額だ。何も食べなくてもお腹が満たされているのと同じだった。必要なものの前でためらうことなくカードを差し出す自分の姿を思い描くと、空を飛ぶように心が浮き立った。反対に明日がないと想像してみた。お金を使うことがちっとも幸せに思えなかった。高級レストランで美味しい料理を食べたところで全く楽しくないだろう。不安で味も感じないはずだ。お金をじゃんじゃん使うとしたら、それは不安や恐れを払拭するための行為だろう。あるいは人生を諦めてのことかもしれなかった。それこそがハビングと浪費の違いです。はっと我に返った。私が浪費していた理由もそこにあったのだ。他人が何を買うか、他人からどう見られるか、そんなことばかり気にしていたのだ。おっしゃる通りですね。思い返してみると、嫉妬や不安、他人の目に振り回されていたような気がします。お金を使った後は気分が良くなるどころか、さらに落ち込んでいましたから。私たちの体に例えてみましょうか。医師や自然療法のセラピストたちは、人には自己治癒力があると言っています。体に必要な栄養も適当な量だけ欲するようになっているそうです。体が何を求めているかに注意を向ければ、自分に必要な食べ物の種類だけでなく、胃腸の大きさまでわかるようになります。食べ過ぎも避けることができるので、ますます健康になるでしょう。消費も同じことなのです。自分が本当に欲しいものを求めていけば、浪費や人にひけらかすための消費からは自然と遠ざかります。波に乗るように、自然と富の流れに乗るようになるのです。オールを漕ぐこともなく、ただボートに乗ったままで波の上に浮かんでいるだけでいいのです。人生とは、自分の中のいくつもの自分を見つけ、一つにしていく旅なのです。本さんは詰まるところ、自分自身にならなくてはいけないのです。人は自分らしくいるとき、
自分を幸せにする内なるパワーを発見します。ハビングはそのための最も早くて簡単な方法なのです。私はソユンとの対話の余韻を味わいたくて湖のほとりに歩いていった。生まれ変わったような気分だった。ソユンに再会してわずか数時間しか経っていないというのに、一方で精神的にも成長したような気がしていた。こんな感情は一体いつ以来だろう。その瞬間、ある予感がした。ハビングを学ぶ過程は本当の自分自身を探す旅になるだろう。この道を行けば大きく成長できるはずだ。そしてきっと欲しかった富を手に入れるに違いない。幸運の道を歩く。イタリア、フランス、韓国、日本、様々な場所でソユンと語り、ハビングについてソユンからたくさんのことを教わった。ハビングを始めた頃はなかなか慣れなかった。ハビングをするのをうっかり忘れてしまうこともあった。でも最近はお金を使う時以外でも頻繁にあることを感じていた。ハビングは今や呼吸をするように私の生活の一部になっていた。今私は見知らぬ森へとつながる道の上に立っている。この道がどこに向かっているのかはわからない。でも不安や恐れはない。ハビングの世界を生きる私はもう知っているからだ。一歩足を踏み出す。道を歩く私の頭上にまばゆい太陽が輝いている。その黄金に輝くエネルギーを全身に感じながら私は前に進んでいく。私はこの瞬間を生きている。私は今ハビングをやっている。皆様いかがでしたでしょうか。お金持ちになるためという始まりだったハビングが、徐々に今ここを丁寧に生きること、自分自身をしっかりと見つめ、自分の内なる声をきちんと聞き、その欲求を叶えることで心からのワクワクを感じていこうという生き方全体の話にまで広がっていきます。僕も実際、あ、このコーヒーを変えてるって思うようになりましたし、そう思って飲むコーヒーはきちんと味わいたくなるんですよね。すべてのことが丁寧になったという気がします。ソユンさんからハビングを教わっていく本さんが、私たちも疑問に思うことをきちんと聞いてくれるので、内容がとっても入ってきます。そしてその教えの場所も、世界中のいろいろな場所、素敵なシチュエーションなので、まるで旅をしているような感覚になれるんです。イタリア、フランス、韓国、日本が舞台になるのですが、本動画ではイタリアの初日の模様だけをご紹介しています。この後に続くハビングの旅のボリュームを感じていただければです。そしてこの旅を通してハビングを手に入れる方法がとても具体的に書かれていますので、本書を読み終わる頃にはあなたもハビングを始めているかもしれません。ちなみに概要欄や終了画面に以前の動画へのリンクを貼っておきますので、以前はどのような紹介をしていたのかご覧になってみてください。結構違います。今回はとっても珍しく再紹介という形の動画になりましたが、いかがでしたでしょうか。僕の大好きな本の一つです。ご興味が湧いてきたら、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。